スキューモーフィズムの例。この車の模様は木目調である。Windows 上で動くレインランダーは、紙のメモやカレンダーに似せているスキューモーフィズム、またはリッチデザインとは、他の物質に似せるために行うデザインや装飾を指す用語である。例えば、紙製のカレンダーのような外見に似せたカレンダーのソフトウェアのデザインなどが当てはまる。 スキューモーフィズムはギリシア語のスキスとモーフという単語から作られた言葉。1890年頃から使われている言葉だが、現在ではコンピューターのインターフェースなどに使われている。スキューモーフィズムはユーザーに馴染みのないものの外見を馴染みのあるものにすることにより理解を促進するために使われる。昨今では iPhone のインターフェースに関して iOS6 までは スキューモーフィズムを多用したものだったが、iOS7 以降では、スキューモーフィズムを排除したインターフェースとなり、話題を呼んだ。スキューモーフィズムは、視認性がよくわかりやすく、ユーザービリティに長けているのが特徴であり、ウェブデザインにおいては、スキューモーフィズムが広く用いられている。スキューモーフィズムの対義語としては、一切の装飾をなくした、フラットデザインが挙げられる。スキューモーフィズムが、 フラットデザインに勝る点として、ユーザーにとって直感的に操作を理解できるというものがある。装飾を施すことによって即座にボタン類を理解でき、何がどのように動作するのか予測したり理解することが可能になる。一方で、スキューモーフィズムでは現実世界にないもののインターフェース化が困難であり、メタファーとして利用できるものがなければならないという限界もある。また、 ボタンを一つを作るにしても複数の状態に合わせた画像を作る必要があるなど手間がかかるという欠点もある。Google は2014年にマテリアルデザインというフラットデザインにスキューモーフィズムを取り入れた設計体系を提唱している。ありがとうございます。